すみませんわざわざ私はすみませんクリプトカフェバーって言ってまだちょっと実験的にやってるお店なんですけどなんかここで人が来たりするんですかカフェとかでイベントもたまにあるんですけども NFT を買うとメンバーシップがもらえてそしてここでうワーキングスペースみたいな昼間はカフェで週2回夜バーやってますああそうなんですか わかりました。じゃ、あ、お酒飲みに、はい。お願いします。はいます。はい。なんか飲みますか。あ,あ、じゃ、あね。はい。なんでもいいですか。え、はい、黄色もある。<laughs> <laughs> コーヒーってありますか。コーヒーない。あ、じゃ、コーヒーもらっていいですか。はい。じゃ、僕もコーヒーください。はい。これ。ちょっとさっきも伺いましたけど、<い>これがか、実験的なカフェって感じなんですか。うんはい、はい。そうなんですね。あの。 結構このブロックチェーンとかウェブ3を使って何をやったら面白いのかなっていうので,、えーでまあ、コミュニティもあるし支払いもあるしメンバーシップとかもあるのでクリプトを使ったこうシステムを作っていくのとあとはそのまあこういう話をするのが好きな人たちのこう集まり場があってもいいんじゃないかなっていうので今とりあえず実験として立ち上げてます。なんかすごい 随分前に「ラディカル・マーケット」っていう本を読んでそこでいろいろ語られてたのがまあなんか新しいガバナンスじゃないけど何、うん、かまあちょっといろいろ分散させた方がいいことは、うん、まあ主に流動性について話してた気がするんですけどはいろ、はい、んなもの,の流れをあのよくやりやすくした方がより世の中がフラットになったり動きがあっていいんじゃないかみたいな話だったんですけど。はい、なんか僕はこの とかクリプトっていうのはよく分かってなくてですねどういうことがこの技術使うとできそうだって感じなんですかです、ねはい、あの実は確か数週間前ここで「えー、ああのラリーカル・マーケット」書いたあのグレン・ウィールっていう人がここでなんかイベントやったので,んでたまたまなんだけどであの彼が書いた「うんまあ、ラリィカル・マーケット」にいろんなコンセプト入ってたと思うんだけども、うん、でもあの一つ多分お重要なのは。 あの今だとこう土地とか土地いい例だと思いますか、えー、持ってる人が何もしなくても稼げるし、うん、こう稼ぐあのオブリゲーションがそんなにないと。はいはい、であの必ず何でもあの値段さえ合えば、うん、あの他の人がその土地を買い取ることができる。うん、そうするとあ,のある人が回してるけど利益率こんだけしか出ないと、うん、で誰かがもっと。 いい使い方してもっと高い利益率出せるんだったら、うん、もっと高いお金で買い取れるんじゃないかなっていうので、うん、こう何にもしないでただ持ってるっていうような人を少なくするのといろんなまあ土地も含めたいろんな資産っていうのがも,もっとあの使い道があるところに流動的に回るっていうようなコンセプト一つ入ってて、うん、で結構これって面白いなと思ったのはあのあの、まあ、かなりカピタリストのところ、うん、何でもマーケットがあるっていう考え方でもありながら。 あのキャピタルを持ってるだけで稼げるっていうことはなくなるので、うん、なんかコミュニズムとキャピタリズムの間みたいな感じで,、えー、で結構あのラディカルなんだけどただあのこれ実践できてないし、えー、い,いろいろこう実験をしようとしていてでもう一つはあの彼らが「クワドラリックボーディングっていうのがあって、えー、でこれはあのあの、ま、お金もそうだけど投票をすることで。はいはいで あのまあ株なんかでも結局その一人一票なのか株持ってる人の方が株数分あの票を取れるかってでどっちもいろんな問題点あるんですよね。やっぱぱりお金いっぱいっっ投資した人の方が発言権があるべきだよねっていう考え方もあればただお金持ちだけが発言権を持つのもよくないよねっていうのでで「quadratic voting」っていうのはお金がある人の方が発言権があるんだけども。あの だからその x の4乗分であの価値が下がっていくのでこうあの1人1票とあの投票権のちょうど間ぐらいなのとか。 まあそういういろんな実験を考えてたんですよね。ちょっと我慢したらなんか票が増えていってここぞって時にはそれを使えるとかそんなアイディアもありますねそ。そういうのあり,、うん、あります。それでだから多分そのボーティングのいろんな新しいアルゴリズムとか、うんはい、あの使用権をどうやってこう流動性を高めるかとかっていう、うん、まあガバナンスのことをラディカルマスケッツで考えていて、うん、で最近彼らがあのオードリータンというあの、うん、台湾のデジタル大臣と一緒に。うん のっていう言葉を使ってて、えー、でこれはこう多様性だとかみんなでこうなんか一緒にやっていく新しいフィロソフィーみたいなのを考えていて、えー、でそれが「ラディカル・マーケッ s と融合して確か新しい本書いてるんですけども、えー、でこれは Web3 を使った新しいあのもっとボトムアップの,あの非中央集権型の社会のことを彼らはいろいろ考えていて。 で結構話としてはすごく面白くて、はい、ただなかなかまだ実践できてない実践のところはね、うん、難しいって感じなんですかね。でも台湾で結構いろんな実験やってるんですよ。えー、で台湾って面白い国で、あの若いあのハッカーたちが。はい あの国をほぼ抵抗馬するんですよね。えー、で、抵抗馬したんだけれども、かなりまだ残ってんですよね。だから、デジタル大臣もこのハッカーの仲間で、うん、だ,だから、学生が国を抵抗馬してそのまま残ったっていう民主主義って今あんまりないんですよね。あ,<ー>あの、結局アラブスプリングなんか。でも、はい、あの戻っちゃったし。はいはい、だからそういう意味で。あの台湾はかなりデジタルリテラシーが高い。若者が運営しているので、あ,うん、あそこでいろんなデジタルマーケットみたいなものの。うんうん 実験台となってるみたいですすね面白いでも結構そういう経済だとか投資とか、ええ、その辺の勉強され,るされてるっていうい<や>話は、ねまあ、僕は、まあ、スポーツなんですけど、はい、でも一番興味があるのがなんかどういう状態が一番全体がこう活性化してるかっていうことに興味があるってうん、うん、これなんか。 まあ僕は自分の体だけの世界だったんで、まあ、自分の体してやるんですけど、はいうん、なんか例えば秩序がすごい強くなりすぎると毎回このトレーニングやったらこんな結果が出るって分かってくるんですけど、うん、一方でそれって安定するんだけど全然なんて言う,んでういうぐらいカオスっていうのかな,なんか予測不可能なものが入ってて、うんはい、どのくらい安定してるかってこの比率が。 によってなんかこう活性度合いっていうのかな？元気度合いがあるそで、うんで。それ、結構あのいろんな意味で重要だと思うんですね。えー、で、今例えば環境なんか。でもはい、はい、こう炭素を見てるじゃないですか。うん、で、もちろん炭素が高いのは良くないってわかってるけれども、えー、それだけ最適化してもきっとシステムが元気にならないと思うんですね。えー、そもそもなぜ炭素ができてるかとか。炭素をなくすと他にどうなるか、えー、で。その。 そのさっきのスポーツのところでちょっと僕も聞きたかったんだけれども、うん、だから SDGs だとか炭素とか一つの数値だけで最適化してもなんかこう健康も体重だけで健康は測らないしスポーツもシステムだから今おっしゃったようにこればっかりやったからって全体が良くならないとうまくいかないじゃないですかだからそのこう幸せの最適化とか環境の最適化とかこの元気の最適化って。 あの実は最適普通の今の経済の人たちが考えるような最適化、えー、不可能なんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、スポーツもちょっと似てるんじゃないかなと思うんですけどそれはねすごい僕らの中でずっと昔から使われる風刺画があるんです漫画みたいなやつに、うん、ある選手を真ん中にして心理学の人が「あのちょっと今調子が悪いんです」って真ん中の選手は言っててで心理学の人が「あなた今心がちょっと落ち込んでますね」って言って栄養士の方が。 あ栄養バランスが崩れてますねでストレングストレーナーの人がちょっと筋力が落ちてきてますとかうん、うん、でコーチがいや技術がなんとかだっていうでそれぞれの専門家が専門の指標でその人の問題を分析するんだけど一体誰が全体を最適化するのかみたいな。うんうん、で選手にとっての結局最適な状態って自分と周りの環境との間の良いバランスかつ自分の体の中も別に心と体分かれてないんで。うんうん あ例えばあのお酒は飲んじゃいけないかもしれないけどでも飲んだ方がメンタル的にはいいかもしれないとかそういう層がコンフリクトするんだけどうん,、うん、なんかちょうどいいバランスっていうのがあってこっちから見るとそれは悪なんだけど反対から見るとむしろそれで改善されるものもあるかもしれないっていう何、うん、かの指標で測った瞬間に全体のバランスが損なわれるんで何んん、うん、か 半分の目で指標を見ながら、だけど、これがすべてじゃないっていうバランス取らないといけない。っていう感じなんですね。あんまりにも一個の指標に。かけると、その指標だけに最適化されて、すごいなんかいびつになっちゃって、うんうん、結局伸び止まったり。まあ、怪我を起こしたりっていう、そういうふうに取れてますね。ね、うん、あ,あ,あと、時間軸もあるよね。だから、あの。こう、今すぐ、あの、成果出すのと。十年ぐらいかけてトレーニングする、全然違うでしょではいだから。 僕らは、ね、高校だとインターハイチャンピオンっていう人があの高校のチャンピオンなんですけど日本だと。でインターハイチャンピオンをたくさん作れる学校とオリンピック選手を作れる学校ってずれていてやっぱり3年間で強くする方法とあの10年20年かけて強くする方法というのは違っててで早く強くしようと思うともうとにかくあんま考えなくていいからこのやり方でやってっていうのが一番よくて。 長く強くしようと思うとちょっとさまようわせるっていうか迷いながら自分であれこれ試すようなやり方を覚えた方が伸びていくって言われてますね。ね一つあの聞きたかったのが、うんあのま、学位学務とか<ー>あの社会だと結構多様性って重要だと思うんですよね。うん、で、はい、人間も一人それぞれ多様性もあるし多様性チームとしても多様性が必要なんだけども、うん、あの陸上でなんかハードルとかなんかやってて。 そこは多様性まあチームなのか自分の中か分かんないけども、えー、っていうのはこう結局特に陸上なんかはすごく分かりやすいところに狙ってるのでそこはなんか多様じゃないよねっていうふうに思うんですけどもなんかあのトレーニングでなんか多様性とかって関係あるんですか、まあ、食べ物の多様性とかなんかあるのかもしれないけど。多様性イデアでいくと、まあ スポーツはやっぱり各競技のルールが100年ぐらいあんま変わってなくてこれがいい結果だよって手法も単一なんですよねタイムだからだからどっちかっていうとなんか本当にどん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 ある形に最適化していくみたいな感じではあるんですけどただトレーニング理論でいくとあの良いトレーニングも繰り返すと意味がなくなるっていう格言があってあそれつまり体が慣れちゃうというかその刺激にそうすると。 ちょっとハードルとは関係ない刺激だけど、例えば水泳やってみるとか、あまっすぐ走るのじゃないのやってみるとか、わかりやすいのでと反対回りに走るとか、はい、そうすると今までとは違う刺激なので、結果それによって揺さぶられてまあ発展するっていうそ。それは、なるほど。で、それは多様性ですよね。そうそうそうです。時間軸的な多様性みたいな感じで。 で怪我もその方が防げるってて言われてますことを繰りだからそのどのくらいの加減で自分を揺さぶるかっていうのはすごい重要で最初のうちは決められたことやってっていいんですけど、うん、最後ある程度まで来た後はとにかく自分をいろんな刺激でこう揺さぶらなきゃいけないその時の多様さはすごい重要だと思いますね。それもだいぶ最近になって変わりましたよね。僕も昔、うん、あの高校時代 ずっとあのレスリングとかやってていろんなトレーニングやってたんだけど、はい、あの時代はなんか同じ運動を結構繰り返してたような気がするけども最近は、まあ、最近は最適化がちょっと違うところに行ってるかもしれないけども,、うん、もう限りなくたくさんいろんな種類の運動をやって怪我をしないでバランス取るっていうイメージってなんか全然昔と違うイメージなんですね。うん、そうです、ね、だからそのうんてていうか最後の方って ちょっと英語の勉強してる時に言葉に似てるなと思っててそのあの自動的にしゃべれるようになった言葉をつなげてなんとか文章にする第二言語ってすると思うんですがあれに似ててだから例えば僕はあの、まあ、踊るのすごい下手なんですけど社,社交ダンスの「チャチャっていう動きあるじゃないですか。あ <laughs>、はい、あのチャチャのある動きだけすごい 上手だって先生に褒められれててそれハードル飛ぶききのの動動に似てるんですよ腰の動きがなんかあんなふうに過去にやった動きが無意識でできるようになったものを組み合わせて何かを作っていくんで子供の時にだからたくさんいろんな動きをしておくとその後将来なんか文章にしたいみたいなイメージ動きの文章にしたいみたいな時にうまく組み合わせられるようになるんでだからいろんなことやっておく方がそうですよ豊かな文章を作れていいみたいな感じで。 あの推奨されますね最近はね一個だけやんないようにっていうなるほど面白いですね、まあ、なんかあの話を聞いてて、えー、あのなんか昔パンクだったって、ね、あパンクうんまあちょっとこうそうですねまああの、えー、ジョイさんはないくつからアメリカですか僕はあの2歳の時からア,<ー>アメリカとカナダ行ってええー 4ぐらいかな、はい、日本に戻ってきてインターナショナルスクール行って、うん、でまたアメリカ大学行って、えー、中退して戻って行って中退して戻ってっていうなんかそんなような、えー、じゃ日本の体育会に放り込まれたことってないですか僕はね日本は、えー、あの高校でレスリングやってて、うん、でその時のレスリングアメリカンスクールだったんだけどコーチがオリンピックの日本人の関山先生っていうコーチで、えー、で,で彼がなんか中央高校とかとなんか。はい ってていうとところに、にたたまに連れれ行かれたり、うん、あとはその当時の,あの,その,あの高校からちょっとやめた時のコーチもやっぱりレスリングの,あのオリンピック選手で、うん、なんかノリはとっても大会系なとこは見たことあるけどあ,<ー>あんまりぐちゃぐちゃに入ったことはない。 あのすごい嫌いだったんですよ体育会の<ー>僕ら<は>空気が。<laughs> それ学校が体育会だったんですかそれとも<あ>体育が体育会あのね陸上はそれでも弱いんですけどあ<ー>まあ僕らあのデータが取れるんでサイエンスが入りやすくてあ<ー>あの水飲むのと飲まないのやったら飲んだ方がパフォーマンスいいよねとかーデータが取れちゃうんでそういうのは少ないんですけどでもそれでもやっぱりちょっと決められたことをやんなきゃいけないとか。 なんかこう先輩後輩があったりとかルールがあったりしてとにかくそういう権威的なものっていうか決められてることとかすごい多分嫌だったんですよねだからまあちゃんとしてなきゃいけない日本のスポーツはねでもなんか当時はあんまり金髪にしてる高校生とかいなかったんで。はいああああ 金髪にして試合に出たりして、それですごい怒られ、<laughs> 連盟に怒られたりして。うんうん、あ、とかっていうのはあったりして、まずそ。それはモチベーションは何だったんですか。その、ただ、こう、若いから逆らってただけなんですか。まあ、そういうのもある、ありった、まあ、今考えてみると、でも、自由の制限が一番嫌だったんだと思います。うんうん、それはね、今もずっと残ってて、とにかく自由が制限されると。まあ、人の制限もすごい嫌なんですけど、うんうん、こっち側がひったり、こを制限するのも。うん それであ制限する方も嫌,なする方も嫌だしされるのも嫌でだ、はいうん、からそれはまあよくないところまで例えば会社作っても会社のなんかきっちりしたルールを作って秩序を作るとかがうまくできないんで自分で会社やってもそれ悩んだりするんですけど、うん、まあ個人としてもやっぱりなんか自由っていうのが一番大事な価値観においてて、うん、当時はなんかそういうのがまあそういう髪染めって何なんだって感じなんですけど <laughs>、うん、まあそれが一番。 日本の大会では逆らっってるる風だったんでなるほど確かにもジョイさんがパンクってこれ共通のテーマだからジョイさんも僕はだから多分これ、まあ、多分性格のタイプっていろいろあると思うんだけど僕,、えー、僕もあの僕はだから多分ちょっと違う理由で違う風に出たと思うんですけど僕なんかは、うん、こうなんかこうガンガン逆らうっていうよりも逃げる。えー、だからあのやっぱり あの日本の,あの田舎でニュー乳児ーンみたいなとこ行ってうん、うん、でただ座ってデスクで先生の話を聞かなきゃいけないの、うん、まだこれ多分最初のメモリーです確か4歳ぐらいなんじゃないかな、うん、で先生が見てないと必ず逃げたのねで外が楽しくて <laughs>、えー、で毎日逃げたらもう来なくてもいいって言われたっていうのが多分最初の僕の学校とのダメだったので,でその後もやっぱり。 学校の中できちっと何かやるっていうのはできなくて、えー、いつも休んだり逃げたりしててはい、はい、でそういうこうなんか制限されるところからはこう、まあ、脱出しちゃうっていうのがパターンなんだけども<ー>でもそこを何かこう,こう「えい!」ってやってるよりも <laughs>、えー、あのむしろただこうつ,つまんないから離れるみたいな感じで,でやっぱりこう楽しいことをしたいっていうすごいあの自分のパッションがあって。えー、で でつまんないものからなるべく離れる、うん、っていうこともすごいちっちゃい時からやっててうん、うん、でそれがあのだんだん大人になってくると自分がきっとつまんなくなるだろうなところをなるべく避けるっていうのと <laughs> あとはあのこれは本当に何歳かな40代ぐらいになってから、うん、あの分かったのがあのこう 最初ちっちゃい時は役に立たないものにハマってたのね。あのあ<ー>ビア缶を集めるとか、はいはい、まあ熱帯魚が好きだとか。で、まあそ,それなりにさっきのそのハードルのあれじゃないけども、後で役に立つものが中にはあるんだけども、えー、でもだんだんこう会社とかやるようになって、うん、こう役に立つものにハマる、だからハマハまって役に立ちそうなものにハマる。だから例えばそのプログラミングだとか会計とか。はいはい、で、それでやっとちょっとずつこう。 自分の社会人として役に立つスキルが蓄積できたんだけどもただ人に言われたからやるのって絶対モチベーションにならなかったし結構学校とか秩序って結構んだろうね外に評価されるとか先生に対して怖いからとか恐怖と対外的な評価システムでそれは僕はあんまり自分の気持ちになんなくてだからただ でもやんななきゃいけないけよね大人だからっていうと、うん、そうすると自分の趣味にして、うん、でそこからこう学んでいくっていう自分のトレーニングをやっと今になってだか,らいなだから今年から本気で数学やろうと思ってて <laughs> <ー>で前ちょっとプログラミングやってたんだけどもそれもきちっとあのソフトウェア書けるように今から勉強しようっていうの今でも結構楽しくやってるんだけど。とは言いながら。 パンクのコミュニティは好きだったので、ね、次<ー>のはあのこう属しない人たちってあのこう相性が良かったので、うん、だからシカゴ大学も中退して、うん、結構パンクなあのナイトクラブのディスクジョッキーになったり、うん、あのでそういうこう属しないなんかガチャガチャした尖ってる人たちの仲間に入ると、うん、すごく居心地良かったんだよね。うん、でで本当にみんな自分があって、うん、その自分がちゃんとこう出てる人たちと。

足が速かったんですよ足あるの <laughs> で僕はもう全然他がダメであの球技もダメだしあの運動神経ってその体を動かすっていうのと、うんまあ、ハンドアイコーディネーションって僕は言うんですけど飛んでくるものを目で見ながらこう手でピタッとキャッチするっていうのってそういう能力があるんですよね。で僕はそれがすごい苦手でなんかいあのバレーボールでトス上げたらボールと一緒にジャンプしちゃって。 ボールと一緒に落ちてきちゃうみたいな、な,ね、なんとかなバ。ボールが飛んできて、バットにも当たらないしっていうので。ボールにとにかく弱かったんですよ。<ー>で、野球もダメサッカーもダメで,でも、スポーツやらなきゃいけなかった理由は、そういう学校にいたとか、そういうのです、うん。なんか、まあ、それが一番面白かった。ね、まあ、あとは読書が好きで、本を読むので。はいはい、まあ、でも、ちょっと活発だったんで、走るっていうのは初めて。なるほど陸上や、やったって感じい。でも。 あのすごいあのメダル取るとこまで行ったっていうことは、うん、あのただ足が速いだけじゃなくてやっぱりトレーニングだとか、うん、それこそ最適化が、うん、あの上手だったっていうこともあると思うんですけどもはい、はい、そ,それはその、ま、全部パンクにつなげる必要ないんだけども何、うん、だろうねその、ま、勝手に思うとやっぱりこう自分のこうモチベーションとか、うん、メンタルをこう上手にこう。うん 考えて進められたんじゃないかなと思うんですけども、うん、でしかもコーチなしなんですよね。そうコーチ18からはいなかったですね。ですよね。うん、でそれそれのそもそもそれのモチベーションっていうのは楽しかったからやってたんですかそれともやらなきゃいけないからと思ってたんですか。やっぱり前半は勝ちたくて、まあ僕はもう広島の本当ちっちゃい町から出てきたんで、なんか走って強くなっていくと、うん、ど,んど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 ん新しい世界が見えてくるっていうのがすごい面白くて。うん 子供の時に広島と山口県の県境っていう境目があってそれがどうなってるか見に行ったんんですよでなんかその時になんかあここう知らないところにどんどん見に行ってみたいって思って、うん、で一番その時に早く走るのって外に行くのにすごい東京の大学とかも行けるかもしれないし、まあ、オリンピックとか行ったらいろんな国の人に会えるかもしれないっていうのでやってたんですけど,どでも途中からは面白かったですね。なんか人間の 体のこともそうだしあの心が特に面白かったですねななんかなんかで人間って面白いと思う瞬間と、うん、嫌だって思う瞬間があって、うん、頑張ってねって言われるのが嬉しい時とプレッシャーに感じる時とかがあっ、うん、なんか自分の体でなんか人間の心がどういう時にどう動くのかっていうのを見てるのはすごい面白かったっていうので,であるいい状態で試合に臨むといい結果が出るしなんかちょっとだけでも <laughs> あの試合の瞬間にパッと不安が浮かぶだけで駄目になったりっていう、ねね、ああいうのは面白かったですね。